クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。皆様こんにちは。クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート、9月のクリスマスローズ Q&A シリーズです。今日は9月3日です。早いものでもう9月に入ってしまいました。気象庁の暦だと秋になりますが、そうは簡単に許してはもらえません。まだまだ続く夏越しです。気象庁の向こう1ヶ月の天候の見通し、これは8月26日から9月25日のものですけれども、これによると東日本の太平洋側は例年に比べて気温は高めで、降水量は平年並みから多めとのことです。よって気温の高めな9月前半は特に根腐れ、気温が下がってくる後半は特に廃炉カビ病に注意する必要があるかと思います。要はまだまだ暑い夏が続くので、鉢土が過湿状態に陥らないように注意を払う必要があります。そこで質問です。今からでも間に合う夏越し対策はありますか？ズバリお答えします。ゼオライトを鉢土の上に巻いてマルチングします。別の動画、クリスマスローズの園芸グッズシリーズのゼオライトでお話ししたように、ゼオライトには1、保水性向上による、まあ根腐れ防止、2、保湿性向上、3、通気性向上、4、除湿などの効果があります。根腐れ防止については、鉢土に細粒のゼオライト、細粒というのは1から3ミリ程度のことをここで言っておりますけれども、それを10から15%ぐらいでしょうか、混ぜ合わせるだけでなく、鉢土の表面や鉢底に大粒のゼオライト、これは5から10ミリ程度のものですね、これを使用することで根に空気が行き渡り、根腐れを防止することができます。とはいえ、寒冷地や高標高の地域を除いて9月では植え替えの時期には早すぎます。まだまだ残暑が続いてますよね。でも鉢土の表面に大粒のゼオライト、この5から10ミリ程度のですね、大粒のゼオライト を用いてマルチングすることは簡単にできます。また根腐れ防止だけでなく、鉢土の過剰な湿気を吸収してくれて除湿効果も期待できるので、ぜひともチャレンジしてみてください。はい、これが今回ちょっと用いるサンプルですけれども、ご覧のようにですね、まあちょっと色が茶色っぽく葉焼けしているような感じが見受けられますね。まあ外側の、一番外側の日が当たる部分がですね、葉焼けしている状態です。
内側の葉っぱはまだね、グリーンが強いですけれども、直接日が当たるところの葉っぱが葉焼けしています。そして観察してみるとですね、いくつか写真でもお見せしますけれども、こういった形でこっちが裏にもありますけれども、新芽が見えてきてますね。新芽が上がってきます。ここにもありますね。新芽が3つぐらい、4つかな、いくつかやっぱり上がってきてるという状況が確認できますね。で、まだ残暑続くので、少し表面をね、ゼオライトの大粒で、保護してあげたいと思います。はい。ちょっと本来だったら作業の台の上でやるべきですけれども、ちょっと見えるようにやってます。そんな熱くやる必要はありません。表面が、の表面が隠れるぐらいですね。うっすらとマルチングしてあげればいいかと思います。もともと植え付けている培養土にもですね、細粒のゼオライト含まれているわけなんですけども、さらに鉢土の上面上側にですね、大粒の5から10ミリ程度のゼオライトを乗っけてあげることによって、さらに根腐れの防止や除湿効果っていうのを高めてあげることができるかと思います。これで OK ですね。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。簡単です。今回の動画はいかがでしたか。7月、8月とクリスマスローズの Q&A シリーズでは、水やりの管理について重点的にお話してきましたが、それだけではなかなか乗り切れない状況になってきました。そこで、あと1ヶ月を乗り切るために、ゼオライトを活用してみてください。もちろん秋の植え替え時には来年以降の夏越しを見据えて、鉢土の中に細粒のゼオライトを多めに混合してください。鉢土、培養土ですね、培養土の中に混ぜるゼオライト、細粒のゼオライトは通常は 10% と言っているので、15% ぐらいに増やしてみても良いかと思います。ゼオライトは最高の土壌改良剤だと思います。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。皆さん励みになりますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。